はい、こんにちは。ピアノレスナーのゆうきです。今回はですね、ピアノ講師から見た、音楽教室界隈の現状についてお話をしたいと思います。まあ、緊急事態宣言が4月に出されて、まあ、今外出が自粛に今なってますよね。まあ、関東ですとか、まあ、あと福岡ですよね。で、そこでですね、まあ、音楽教室っていうのは基本的にまあ3密じゃないですか。密閉空間で、まあ、密集、まあ、人はまあ特に大手音楽教室は、まあ、入れ替わりもあります。で、密接、まあ、至近距離での、まあ、話したりとか歌ったりとかするわけですから、まあ、かなりリスクが高いわけです。で、2月の下旬の方からもうヤマハさんですとか河合さんっていうのはもう関東のレッスンはお休みになってますね。で、まあ、島村楽器さんとかは3月はレッスンやってたみたいなんですけれど、まあ、それで山田さん、河合さんも4月から、レッスン再開という予定だったんですよね。3月時点では。で、まあ、それが4月の7日にまた緊急事態宣言が出されて、その、解除される、5月6日までは、まあ、緊急事態宣言が出てる地域に関しては、全レッスンが休校になるということなんです。で、まあ、音楽教室のレッスンが、まあ、休みになってしまって、まあ、まず困るのは、まあ、生徒さんですよね。まあ、今まで1週間に1回毎週そのピアノレッスンに通っていたのに、まあ、突然レッスンが受けられなくなってしまったわけです。まあ、もちろん学校もそうだと思うんですけれど、まあ、それっていうのはやっぱり、生徒さんは困ってると思います。で、さらに、まあ、もっと困ってるのって、まあ、やっぱり講師の人たちですよね。レッスンを行わなければ基本的に給与っていうのは支払わられないわけですから。で、そもそも音楽教室の講師って なんですけれども、まあ、これっていうのは社員でもアルバイトでもなくて、委任契約って言って、実質的に個人事業主なわけですよ。で、社員なら月額が保証されてるんですけど、まあ、これはもうレッスンをした回数とか、あと生徒さんの人数によってもう、歩合給になってるので、レッスンしなければ給料が入らないっていうことなんですよね。で、まあ、特に講師一本でやってる人っていうのはもう3月からもう本当に生活が苦しい方っていうのも、まあ、結構いるんではないでしょうか。で、ここでちょっとツイッターで見かけた声を一つ紹介したいと思います。母子家庭です。音楽教室勤務ですが、教室が3つの密のため、5月までのレッスン休校が決まり、先月、今月は無収入です。このままでは生きていけません。早急な措置をお願いします。はい、ということで、まあ、この業界に限った話ではありませんが、まあ、本当に今、辛い状況です。まあ、講師の皆さん、まあ、もちろん生徒さんもレッスン受けられなくて、今、残念な方って結構多いと思うんですけど、はい。それで、この状況が、まあ、皆さん5月に収まると、思いでしょうか。おそらく、5月では収まらないですよね。で、この状況っていうのが、まあ、やっぱり2年とか続くっていうふうにも言われているんです。で、そうなった時に、今までもう、この日本のピアノレッスンって、まあ、密閉された空間で、1対1、まあ、ヤマハさんとかグループレッスンありますけど、まあ、そういった状態で、まあ、培われてきたわけですね。この、この形態っていうのが。で、それがもう根本から、これはやっちゃいけないっていうふうになってしまっているっていうことなんですよね。で、そうすると、ピアノレッスンですとか、その音楽の学習、その、まあ、ピアノレッスンって、まあ、そうですね、公共のまあ学校とは違って、まあ、音楽、もっと親しみたいっていう ご家庭のために、あるわけですから、まあ、そういった方に、重要に、まあ、これからどう答えていけばいいのかっていうところなんですけれども、まあ、結構その音楽教室っていうのは、個人の教室っていうのが強かったりするんですね。ピアノ教室で、個人で、まあ、やってるっていう方で、まあ、個人で、まあ、50人とか、まあ、多いところですと50人から、まあ、70人とかやってるところもあると思います。で、ですね、ちょっと水を飲みます。はい、ということでですね、まあ、個人の教室で、
皆さん聞いたことありますでしょうか。あのオンラインレッスンに移行している教室っていうのが結構増えてるんですよね。でオンラインレッスンというのは、まあ、Zoom とかのアプリを使って、まあ、遠隔で、まあ、自宅にいながらレッスンが、できるということで、もう、3密っていうのは完全に回避できて、しかも音楽の勉強が続けられるっていうことで、まあ、かなり注目されてる方法ではあるんですね。で、私のまあ知り合いのピアノの先生でも、まあ、70人生徒がいたということなんですけれど、まあその中でオンラインレッスンへの切り替えを提案したところ、もう50人今オンラインレッスンに移行してるっていうことなんですよね。で、まあ現状やっぱりそういうふうにやっていくのが、まあ、一番の方法だなっていうふうに、まあ、私も思います。はい。でなかなか、まあ、ヤマハさんとか河合さんとか、まあ、あと島村ガキさんとか、そういった大手では、こういった、まあ、今までと全く違うオンラインレッスンに切り替えるってことは、まあ、なかなかその難しいと思うんですよね。かなりの決断力がいると思います。で、大きな企業ほどそういった、その重大な決断っていうのは、なかなか、まあ、進んでいかないっていうのはあると思います。で、その、やはりその、会社として、まあ、契約として委任契約でお願いしている以上、そこで、まあ、オンラインレッスン個人の契約を、個人の端末を、まあ、使わせるのかどうかとか、あとは、結構ネット関係、そんなに得意じゃない方っていうのも、まあ、講師の方いらっしゃると思うんですよね。で、そういった方への研修ですとか、もうそもそも実際のレッスンとオンラインレッスンって多分そのまあ、コツというか教え方も、まあ、異なってくると思うんですよね。で、まあ、そうなっていく以上、すべてを、まあ、ほとんど一から作り直さないといけないということで、まあ、あとはですね、ピアノのレッスンって、まあ、お子さんの、レッスンっていうイメージが、やはり皆さん強いと思うんですけど、まあ、なかなか一つの画面に30分集中することって、まあ、難しかったり、あとピアノの先生って、その、楽譜がこう置いてあって、まあ、子供の近くに座って、この音符がこうで、こうで、こうでってやっていくので、まあ、それを、まあ、ここでオンラインで、まあ、壁ができるわけで、それをどうやって教えていくかっていうのは、まあ、かなり、まあ、まあ、もちろん、まあ、スタートしない段階なんで、なんとも言えないんですけど、まあ、難しいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、そんな中、都内の、会津、音楽教室さんですね。EYS とか言って、会津音楽教室さんでは、音楽教室のレッスンをすべて、オンラインレッスンに切り替えたようです。で、まあ、会津音楽教室さんは、主に大人の方向けの音楽教室なんですよね。で、講師も若い方が多いので、まあ、おそらくこの大胆な戦略に踏み切れたんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、やっぱりまあこの状況下でも、お子さんとかまあ大人の方でも、まあ、ずっと家にいてやることがない、というふうになると、まあ、音楽の勉強したいという方は結構いると思うんですよね。で、なので、まあ、この需要結構あるんじゃないでしょうか。で、まあ、大手のヤマハさん、河合さん、下村楽器さんなど、まあ、そろそろ新しい、舵切りが求められているかもしれません。はい。ということで、まあ、私の個人的な見解ですけど、以上になります。で、普段このチャンネルでは、私のレッスン動画や、演奏の動画など、まあ、解説付きで、紹介していきたいと思ってますので、よければチャンネル登録の方、よろしくお願いします。はい、それでは失礼します。